ツイステの話をチャプター9の X のとある実況者の反応集見ていきましょう。イエーイ。あ、かっこ1人。イエーイ。ツイステ7章途中までやった。多分カリムは1枚だけ引くと思う。でも面白かった。シルバーのは完凸するつもりだから、ガチャいつ来るかわからないから備える、という方のお便りです。あ、これ別にチャプター9が良くなかったから引かなかったわけじゃないからね。私はチャプター9はねいいと思う。あのカリムの新しい感じが見れた。そのサルタン王とジャファーモチーフとしてしっかり対立するところもあったのが良かった。ただただ何好意的な感情を抱いてるんじゃなくてっていう、そこが明かされたの良かった。バランス良かったと思う。ただあれはあくまで、でもやっぱりジャミル中心の話だったから、私はじゃあカード1枚引くよってなったね。うんって感じ。まあ、カリム中心のカードはもう来ないんじゃない。今まで結構 SSR 追加されてきた、ツムステ、ハロウィン、新春。あ、そう考えると全員実装されるイベントしか来てないな、カリムって。うん、まあもうなんか、まあ、無理なんじゃない。もう、いや、次。この間に一人でマレウス・ドラコニアを足止めできるリア全盛期最強さんのお便りです。そう、リリアちゃんすごいよね。この間に一人で足止めしてるんだよ。しかも殺されない、殺されないっていうのはみんな同じ状況の中で一人で足止めできるの、多分リリアちゃんの全盛期だけだと思う、今のところっていう。ディアソムニア、ディアソムニアよいしょのお時間でした。ツイステ見てると何度見ても自分の家も家族も地位も全てを捨てる覚悟で家を出る決断をした15歳のジャスミンすごいし、アラジンがジーニーを自由にしたり、ジーニーが最後の願いでアラジンを王子にしようとしたり、善人は全てを捨てる覚悟ができる人なのがいいよね、さんからのお便りです。そうね、ここすごい対比だった。ヴィラン側って結局自分の享受してるものは捨てられないっていうのがあったじゃん、チャプター9で。そこがまあヴィランの良さっていうか、ちょっと強欲がめついところなんだけど、ここはすごい対比されてるなって思った。ジャスミンとか全てを捨てて、もう自分の地位とかも全てを捨てて街を出る覚悟で行ったし、アラジンもねジャスミンに結ばれなくて生活は戻ってしまうけど、でもそれでも友達の自由を願ったりしたしっていう、この対比がものすごく素晴らしかったですね。はい、わかりやすかったですね。カリムも初めての学校生活っていうことが明かされて、で4章の時カリムもこの学校生活捨てて家に帰ろうとしたんだよね。そういうところも善人と悪人の対比ができてるよね。ジャファーはしないじゃんこれ絶対。ツイステのキャラの解釈って人それぞれだけど、公式で出されたものを見るとこの人がそう解釈していたりそう見えていただけで、実際は違うことが多いんだろうね。悪役って思考が自分寄りに偏ってるキャラ多いから、本編の本人視点から見た世界と現実が全く違って見えるのはヴィランズ作品ならではかも。これがこのツイステの特色かも。本人視点から見た情景、そして他人から見た情景、そして関わりがある人から見た情景、全く違うよね。いや、これがちょっとツイステの良さかも。やっぱりヴィランズの偏った思考が見えたね。で、これが良かった、面白かった。すみません、シルバーツイステ7章で出番あるから言いにくいんですが、実装カード少ない、 SSR イベントください、プーさんやらないんですか、さんからの、アニマル浜口さんからのお便りです。これシルバー少なくない、カード SSR もだけどシルバー少なくない。いやこれ強欲って言われちゃうかな。7章いっぱい出番ある、1章とかとさ Z
前章と比べて7章ってものすごいボリュームでしょ。すごいボリュームで、でもう3倍4倍近くあるわけだから、本編ですごい出番多いのはありがたいんだけど、あれですね、カード少ないですね。なんかチャプターごとにシルバーの SSR 実装してくれないかな。なんかほんのりとさらっとシルバー人魚の姿とかみんなにバレないようになんかヒュッと差し込んでくれないかな。ごめんなさい。リリースとファーロビン、ねえマリウス、今何してるんじゃ。プータロ、僕は今何もさせないをしているんだ。さんからのお便りです。前ツイステのストーリーで投稿した実況動画ではしゃいでいたらうるさいって言われたので、今回は抑え気味にしたんですけど、次はリアクション薄いって言われるからどうしたらいいか分からなくなったんですけど、チャプター9以降は自我流で行くことに決めました。よろしくお願いします。あ、これ実況スタイルに関する投稿ですね。この方曰くうるさいっていうコメントが結構心臓に刺さったらしく、で今回それに応じてちょっと抑えめに行こうっていう決断をしたらしいんですけど、そしたら次はリアクション薄い、ちょっとなんか今回静かだなって言われるからどうしたらいいか分からなくなっちゃったんですけど、だから全ての批判を受け入れると自分が死ぬっていうことが分かりました。シルバー、誰にでもいいところは絶対にあるから人は変えれると信じる派。カリム、大嫌いという感情が生まれても人は変われると信じたい派。二人とも人は変われると思うところは共通してるけど、シルバーは全く負の感情がないところを見ると本当にオーロラ姫だね。その分自分への悪意には傷つきやすい。この気づきはありました皆さん。カリムはサルタンをモチーフっていうところもあって、やっぱヴィランに負の感情あるんですよ、ね、ちゃんと嫌いなところもあるし。でもシルバーって全くないの。人のいいところ、善の部分をやっぱり見出したいから。そこが真っ白なオーロラ姫だなって私は思いましたね。さんからのお便りです。7章でもっと見たいけど、チャプターの区切りの最後だけでもいいから、エンドクレジットみたいにマレウスとリリアちゃんのチェイスシーンを毎回入れてほしい。あ、これはさんからのお便りです。あ、これは思いました。全くいなかったんですね、お二方。ディアソムニア賞でも、マレウスドラコニアって一応、オーボロしてる今回のメインディッシュなんですけど、全くいなかったんですよ。角の先端すら見せなかった。だから、このエンドクレジットみたいな、マリウスは帰ってくるみたいな表示だけでもいいので、ちょっと出してくれませんかねって思いました。これは私の個人の意見、この方の個人の意見です。ビルとネージュってお互いにリスペクトあるけど、スカラビアはお互いに大嫌いな部分があって、2人とも相手に憧れてるわけじゃないのが分かったよね。相手が誰とかじゃなく、カリムだからそういう選択をしたってだけで、ずっと一貫してるし、お互いのモチーフ要素が色濃く出てると思う。そうですね、結局あれはカリムだからっていう理由なんですよ。で今回、ね、強調されてましたね。すごい強調されてた、うん、相手が誰とかじゃなくてカリムだからそういう選択をしたっていうのが、それは大嫌いなところも抱えながらっていうことなんですよね。結局だからお互いにお互いをちょっと大嫌いな部分があってっていう、お互いをリスペクトしてる関係じゃなくて、意外と対立、ビルとネージュとの違いなんですけど、やっぱビルとネージュはお互いにリスペクトがあるんだよね、結局。スカラビアはそういう関係じゃないっていうのが分かりましたね。サルタン王がジャスミンに絶対言わない大嫌いってセリフ使わせたのもポイントとか。あ、そうなんですよ。あれカリムなら絶対に家族に言わないセリフですよね、大嫌いって。いや、こういうなんかモチーフの垣間見えるところがすごくやっぱ気持ちいいですね。心地よい、いい意味でね。やっぱ白雪姫と女王、別に白雪姫と女王って別、あ、昔から仲悪かったっけ、あれちょっと忘れちゃった。でもサルタンはもう続編に続くにつれて
ジャファのことを許さんっていう姿勢を示してるから、でもそういうところが垣間見えてよかったですね。すごい面白かったです。でジャファー、そのカリムがジャミルを大嫌いな部分が完全にジャスミンがジャファーを嫌ってる部分と合致するんですよ。でジャスミンはもっとドンドンっていうし、もっと強烈だから、多分カリムが仮にジャスミンだとするともうすでに決別してますね。決別っていうかもう一緒に、もともと一緒にいるのも嫌なんじゃないっていう感じだけど、やっぱサルタウンだからそこは少し優しめになってる感じかな。ジャスミンって自分が大嫌いな人は思いっきり感情に出すからね。ツイステ7章のオマージュシーン、人を助けるために商品を手に取る、お金の払い方を知らなくて実家を頼る、誰も自分のことを知らなくて危険な目に遭う、本当親子でモチーフオマージュするのエモい、エモさんからのお便りです。親子のオマージュ熱かったよね。親子でオマージュすることに意味がある、血筋を感じた。やっぱサルタウンもそういう時あったのかなっていう想像もできるしね。親子でオマージュするのいいね。ジャスミンモチーフ来なかったけど、ツイステで実写版リトルマーメイドの公開年にサンゴの海イベントやるかと思ったら、ログインボーナスの配布だけでやらなくてタピルージュを開催したのに実写映画が公開延期になったの奇跡だと思う。タピルージュも7章とつながるから延期できないし。あ、そうなんですよ、これすごく奇跡なんですよね。あの実写版リトルマーメイドが公開された年ってサンゴの海のサノジも出てこなかったんですよ。サノジも出てこなかったんだよね。でも今回ね、わかんない、それを踏まえたのなんかわかんないけど、多分ツイステ運営さんは合わせたんだよ、実写版の白雪姫に。あの公開日、もともとあった公開日と合致するから、多分実写版の白雪姫記念でこのイベント公開しましょうっていう流れになってた。これは予想だよ、まだその明言されたわけじゃないからね。ってやろうとしてたんだろうけど、でもそのタピリュージュを開催した時に実写映画が公開延期になるっていうすごく奇跡なすれ違いが起きたんですよね。いやこれすごいよ、本当にびっくりだと思う。だからうん、そのヴィランだから王道を走らないっていう概念が外界に影響したのかな。去年玉足の海などラビットフェス2つの故郷イベントあったから、タピリュージュと同じ流れでサンゴの海イベント可能性あるかもしれないよね。あ、そうですね、あるかもね。実際なくはない、ゼロではないと思う。タピリュージュと同じ流れでその7章の掘り下げやって、あ、違う、7章の掘り下げ前の準備段階でぶっこんで、またアズールか分かんないけどね、どうなんだろう、アズールかリーチ兄弟の故郷イベントやってて、それでサンゴの海イベントをやった後に7章入れるみたいなパターンはあるかもね。どうなんだろうな、多分今ねオバブロ組がすごい掘り下げられて、まあ結局7章本編でもあんまりそのオバブロ組以外の話はあんまり分かんなかったね。まあもう掘り下げてるキャラクターもいるだろうけど、故郷イベントやってたり、多分ジャミルが一番掘り下げられてると思う。ジャミルはね4章5章6章7章と、あと故郷イベントのでっかい物語5つぐらいで掘り下げてるから、でもジャミルが一番、まあ、カード実装数はどうなんだろう、多いか分かんない。 SSR はイベントで言うと多分公共イベントだけだけど、でもやっぱ本編で結構来てるね、ジャミルがって感じだから、多分他のキャラクターオバブロ組が公共イベントやるのかな、わからない、そのところは。はい、って感じですね。これが X のとある方の実況者の反応集でした。ありがとうございました。